ルーキーキシリーズ第7戦オール侵入固定。 優勝戦第十二レースの展望番組をスポーツ報知の長瀬記者とお送りしてまいります。長瀬さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ本日準優勝戦行われたんですがご覧になっていかがでしたか、はい。まあ結果としてはね一、はい、号艇二号艇が勝ち上がったんですけどね。え二<っ>マークで逆転ありとかね。そう,うねそういうのもねありましたしね。はい、なかなか面白いようなレースでしたね。そねはい。はい、はい、そんな中勝ち上がってきた六選手早速ご紹介していきたいと思います。はいお願いします。お願いいたします。 1>, 1号艇岡村啓太、2号艇葉の直也、3号艇片橋幸隆、4号艇古澤光則、5号艇丸の和樹、6号艇大見昌吾、以上の6選手となっております。この中でフライング持ちは3号艇の片橋選手と丸の選手が1本ずつ持っています。それでは早速長谷さんにモーター評価いただいております。はい、解説の方をお願いいたします。はい えーっと久しぶりに68号機、はい、10点満点としてます。長谷さんのモーターマニアからの10点は高いですよ、ね、いやー、エースキーですね、68号機、ね、特に周り足の,あのエグさというか、ぐ、はいっと、うん、もう力強く惚惚れ惚れして、ます <laughs> そうですよね、片橋君ともコンサでずっと喋っててね。えーはい いや、いい走りしてるね、いい乗りっぷりしてるね、って本当話してね、後半今三連勝ですからね。そうですで、今節、ノーハンマーなんですね。はい、もう本人はね、ペラは何もせずに乗るのが、僕の形と言ってましたからね。はい。はい。この高い十点満点、使っていただいております。次に高いのが四号艇の古澤選手。古澤の二十四も大村のね、まあ、メーカー期なんですね。そうですね。まあ、今日は順位はね、片端にちょうど、二マーク逆転されたんですけどね。あれはね。 侵入固定ゆえに2マークで返し並みが残ってるんですね、うん、それにちょっと乗った感じがありましたね、でもね、はい、古澤に聞くと、片端とも変わりませんよと言ってますんでね。 二十四号機今度ご二連続優勝中ですからね。そうですよね。はい、注目機ですね。はい。その他二号艇、五号艇、六号艇が何という評価？はい、ええー、まあハノもね、そうねほら良くないモーターですけどね、なかなかいい感じに仕上がってますね。はい、あと丸のも出足がしっかりしてるし、大見、うん、も出足がしっかりしてる。はい。岡村清也が五点というのがね。ちょっとこの中では一番低いですね。はい。まあコンはね、いいモーターが全部揃ってて、その中ではね、まあ見劣るようなまあ。はい モータータなんですよねうん、うん、まあでもね気になるのは回り足はいいけど伸びらしいんですよ、彼が言うには,は 1>, 1マークまで持つかどうか<ー>コメント的にはね優勝戦今まで乗ってきた中では2番目に悪いって、はい、1>, <laughs> 1番目じゃないんですよ、2>, すね、2番目に悪い、まだ微妙でしも今節はインセンは,は全部勝ってるんですよね。 でも、ね、やっぱり、まあ、モーター評価としてはこの中では一番見劣るのかなと思います。 はいわかりました。そしてこの十二レースも進入はえっと進入固定ですね。はいもう今節はねオール進入固定なのでねもう毎月行きたくても行けませんのでね三対三になりますね。はいわかりました。そしてこちらのレース見どころはエース六十八号機の片橋選手が攻めると上がっておりましてこのようになってますね。唯一の B1 でフライング持ちなのに進入固定なのに五日目は一号的と二号的 でしか勝ってないというのに、長瀬どうしたんだと、思ってますか？す思ってます？でも僕はモーターが好きなんでね、はい、この六十八号機、片足が言ってたんですよ。うん、これ二号艇だったら優勝ないと思います。 逆に 3, と3、4、5のセンター枠ね、はい入ればね自分の思い切って攻めればね展開さえあればって言ってますんでね、うん、僕はそれを信用したいと思います。コンセプトはとにかくもう握って握って全部攻めてますからそうですよね、はい、そして本命フォーカスその3号艇の片橋選手。 いね、はい片橋が攻めていけばね、はい、いい展開は古澤ですね、これはね枠は関係なくモーターだけ考えればねもう68と24なんですよね、だ、ね、たに打ったんじゃないですね、でもね、はい、古澤もね4号艇というのは僕大好きですって言ってるんですよね、うんうん、ちょっとね思い切った印だと思うんですけどやっぱりモーター重視ということでねこういった3、4、4、3というフォーカスを出しました。 はい、そして三着は流し。はい、もう三が四が行けばね、五と六にも出番がありそうですしね。はい、もちろん三が枕出しに行けば、一にもね、えー、なんとか残せそうなのでね。ちょっともう、すみません、三四四三、流しとしました。はい、はい、わかりました。そして狙い目が、まあ、一からなんですよ。いや、これ本当狙い目じゃないですよね。ですねこれ本命フォーカス反対じゃないかと、でもね。<laughs> 岡村はね、なんだかんだ言ってもね、出てないって言ってもね、スタートしっかり、い、行けばね。はい。まあ、新入固定でね、まあ、これ勝ってね、まあ、ルーキーシリーズしっかり勝ってね、やっぱり、うん。 ここねオーバーエイジ枠なんですね岡村っていうのはうんですのでやっぱ格上ですからね、はい、一番この中で優勝してるのはもちろんね、岡村なんですよね、はい、ですのでモーターはダメでって言っても陰の強い大村でねどこまでいじみせるかまあ、岡村がにいればまあ反応とかまあ片足ぐるさはこの辺でね、はい、2,30かなと思います、はい、2番3番4番はいわ、はい、かりましたありがとうございますこのようにお話をいただきましたので皆さんもぜひ参考にされてくださいいいかなこれ大丈夫かな大丈夫です大丈夫ですねはい。はい、はい 以上展望番組をお送りいたしましたはずきちありがとうございました